はい、軽貨物運送業を展開しております、合同会社おもてなし便の椎根義治です。今回もですね、弊社のお試し体験の方に来ていただいた H さんのインタビューをお送りいたします。H さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、今回はですね、この軽貨物の、イメージ、まあ、以前、どのようにイメージを持ってたかということですね。イメージというと、まあ、ここ最近よく目にするなと、街中に軽貨物の、が増えているなというイメージで見ていました。それはもしかすると少し軽貨物を意識し始めたからですかね。そうですね。あと、まあ、まあ、ネットでの買い物とかも自分もしますので、そこで配達してくれる方たちが、必ず軽貨物の、まあ、軽自動車で来ると、いうことから、まあ、感じていたところですね。あ、なるほどですね、はい。ありがとうございます。ということで、H さんのインタビューはまだまだ続きますが、また次回ということになります。どうもありがとうございました。